皆さん、こんにちは。本日は発表の機会を設けていただき、誠にありがとうございます。私はパキスタンからモハンマド・イリアスと申します。これから新型コロナウイルスの拡大とその影響、およびニューノーマルにおけるパキスタンでの日本語教育現状についてお話しいたします。よろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの拡大とその影響。昨年11月末に中国のある大都市、武漢で新型コロナウイルスが発生し、徐々にこのコロナウイルスの感染が世界中に拡大し始めました。パキスタンを含む世界中多くの国が封鎖の状況になりました。3月にパキスタンの大都市カラチで感染者が出たため、コロナ拡大防止対策で急に全国でロックダウンが施行されました。そして全ての事業、ビジネスや教育機関が閉鎖され、ほぼ全てのパキスタン人は自宅待機など厳しく行動制限が余儀なくされました。歴史を振り返ると、人類はたびたび感染症に襲われ、多くの命が失われてきました。しかし、同時に世界中で同じウイルスの感染が拡大したのは初めてです。この感染症の大流行は、人々の考え方や行動様式を劇的に変えるきっかけになりました。新型コロナウイルス感染症により最悪の景気後退。新型コロナウイルス感染症の世界的流行と、この感染症を封じ込めるために実施された経済活動の制限措置により、世界経済は短期期間のうちに甚大なショックを受け、深刻な景気後退に陥りました。コロナウイルス感染症により、世界経済は第二次世界大戦以来最悪の景気後退に直面しています。新たな生活様式、ニューノーマル。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、これまでの暮らし方、ビジネスや教育の見直す必要性が明らかになりました。COVID-19 パンデミックの影響で、世界中は新しい生活様式が必要とされ、教育は遠隔授業に移行せざるを得なくなりました。オンライン授業は今に始まったわけではなく、1990年代にインターネットが世界中に普及して多くのデータベースと教育リソースがオンラインで利用できるようになったことにより、インターネットを介した教育手段として大学でも採用されるようになりました。ところが一般的に大多数の人々にとっては、遠隔授業は身近なものではなく、オンライン授業に慣れていなかったのは事実です。遠隔授業の実施、オンライン授業。新型コロナウイルスの感染拡大は世界中の人々に劇的なインパクトを与えました。その多くは従来の状態にすぐ戻ることはないだろうと考えられる中、教育に関しては、ニューノーマルが早急に必要とされています。コロナウイルスの感染拡大により、パキスタンを含む世界の多くの国では、遠隔学習への移行を強いられています。そして、COVID-19 の感染拡大を防ぎ、教育を継続実施するため、大学をはじめ、多くの教育機関で遠隔教育の一形態であるオンライン授業が取り入れられています。ある考えによると、世界各地の教室で行われている対面授業は、Zoom で配信すれば済むような講義が多すぎて無駄だと言われています。
遠隔教育は必ずしもオンライン教育というわけではありません。そのために適切に設計されたオンラインコンテンツには人間の集中力に合わせ進行速度をよく考慮した動画が必要です。新型コロナウイルスとの共存社会。今後の新しい生活様式、コロナと一緒に生活せざるを得ない状況を想定し、ポストコロナ、ウィズコロナを念頭に、対面と遠隔の双方の良さを組み合わせたハイブリッド型の教育など、ニューノーマルにおける教育機関の姿や、その実現方策について最近議論が行われています。現在、オンライン授業のメリット、デメリット、ハイブリッド教育への期待や課題についてシンポジウムが開かれています。メリットやデメリットにかかわらず、これからはこの新たな様式を適用せざるを得なくなりました。現在、パキスタンでも双方の様式、対面授業とオンライン授業で日本語教育を行っています。オンライン授業への学生の不満。オンライン授業に対しては学生側から不満があり、学生にニューノーマルに送る教育についてアンケートを行いました。学生が次のように答えました。1、オンライン授業は理解しにくいし、聞きたい質問が聞けない、説明が足りないなど多くの不満が述べられました。これらの理由はいろいろあります。例えば、インターネットのつながりが悪い、ネットのスピードが遅い、それから停電の問題などです。停電の主な問題は、地域ごとに分けて電力供給負担を軽減するため、計画停電が実施されていることです。それで授業時間に停電の地域の学生は授業を受けられないことがあります。また停電の時学生は携帯電話でのデータパッケージを使って授業を受けるようにしますが、ほとんどの場合は授業中にインターネットのスピードが遅くて授業が役に立たないので、授業時間が無駄になってしまうという学生も多くいます。2、授業を受ける学生者数が多く、学生からの質問も多いため、先生が全ての質問に答えられないことがよくあります。このような状況で、授業を理解するのはとても難しいです。3、教師は学生が授業の概念を正確に理解したかどうかを確認するのは難しいです。それは多くの学生が教師の講義に反応しないし、静かに講義を聞いてばかりでいて質問しないからです。4、多くの場合はオンライン授業中に怠惰な授業態度の学生はメモをせずにスクリーンショットを撮ります。後でメモしようと思ってしまうが、実際は彼らが後でもメモしないため、クラスの学習効率が下がります。5、学生はオンライン授業に参加していますが、積極的に参加していないことがよくあります。6、学生がオンライン授業の Zoom ID を登録されていない自分の友人や知り合いに教えてしまうのです。彼らは講義を受けて利点を得ますが、クラスの人数が増え、いろいろな問題が出ます。授業の管理者がこれを規制する必要があります。7、オンラインテストでは一部の学生は不正行為に訴える可能性があるため、オンラインテストは効果的ではないという考えがあります。現況下、この述べた全ての問題に直面しても、この新しい様式で授業せざるを得ない状況です。アンケートの答えにかかわらず、オンライン授業にメリットがあることは間違いありません。例えば、ネット環境があれば、
どこでも授業が受けられること、また災害など緊急時も授業が受けられることなどです。それに教室まで移動時間や移動費が不要になりますので、時間やコストの節約ができます。それから住むところに関係なく高い水準の講師による授業を受講できます。上記に述べたメリットがあっても、オンライン授業はあくまでも応急処置であります。そして当然ながら学校の機能をすべてオンラインで代替できるわけではないと考えています。将来の展望。インドやスリランカなど他の国と比べてパキスタンでは日本語学習者が非常に少ないですが、最近日本が IT、製薬、土木、医療、検察などの分野で人材を採用する国にパキスタンが含まれ、パキスタンと日本政府間で覚書が締結されました。日本語の基礎知識があれば、就労ビザで日本へ行くことができます。それが日本語学習への強く動機づけになり、これから土地での日本語学習者希望者数が劇的に増えることが見込まれることから、当日本語講座も変動するニーズに対応できるように、的確に体制整備を行っていきたいと考えています。以上です。どうもありがとうございました。